はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はギレンの絵は青き星の覇者マクベブレの続きをやっていきたいと思います。前回ついにジャブロを攻略しまして、地球連邦政府はジオン公国に無条件降伏することになりました。今回はね、その続きになります。では早速始めていきましょう。で、現在の状況ですね。地球連邦政府の首脳は全員我が国に拘束されました。ただ、先日クーデターによって軍総司令官の座についた強弁派のジン・コリニーは自決。また、前総司令官だったレビルは未だ行方が知れません。しかし、連邦軍将兵の多くは降伏を受け入れ、武装解除に応じ我が国に投降。ルナ2にもすでに我が軍が進駐。じゃあもう宇宙も完全にジオンの勢力にすべて染まったというところですかね。マクベ閣下大変です。デギン陛下が急死、持病が突然悪化されたとのことで手当ての甲斐もなく先ほど息を引き取られたそうです。デギンは持病ってどんな持病があったんでしょうね。まあ確かに杖をついているイメージがありましたけど、まあ滑腹もいいし糖尿病とか、まあ、そのあたりですかね。キシリア閣下より通信。ちなみにキシリアはまだ20代の設定だったと思うんですけど、20代にしては若干、老け顔な感じがしますよね。サイド3で続いて非常事態が発生。デギン皇后の葬儀の席上でキシリア閣下がゲリン総帥を殺害。いきなり殺害か。弾劾するとかじゃなくて、そのデギンの、まあ、葬儀という、まあ、ある種公の場で殺害までするか。拘束とかじゃなくて、弾劾とかじゃなくて殺害なんですね。現状は地球圏の全域に向けキシリア閣下の声明が一斉放映されています。見ましょう。独裁者ギレンザビは地球圏の支配権を独占すべくその妨げとなる父デギン皇を暗殺したのだ。デギン皇の死がギレンによる謀殺であったという確かな証拠を私は掴んでいる。父殺しの罪はたとえ総帥であっても免れることはできない。まあ、このあたりのセリフ回しは、原作というかね、アニメ版でもありましたよね。まあ、状況は違えといえど。ここで正当なるジオン公国を取り戻したいだけだと。いうことで、正統ジオンが誕生したわけですね。
マクベとしては指揮官の全部隊に通達、我が軍団は現時点をもって正当上に合流する。うん、こうなるとあとはザビ家の兄弟と地球方面軍の軍団長たちがどう動いてくるか。そうですね、まだザビ家としてはですね、まあ総帥のギレンが死亡、そしてその次にあるサスロはもうすでにね、対戦の始まる前に死んでますし、そうなると残っているのはドズル、キシリア、そしてガルマという3人になりますね。続いてキシリアより通信、厄介なことが起きている。ロズル、アニウェア、ガルマと話し合ったのだが、二人は我々正当順位への合流を拒否。おということは、キシリアとロズル、ガルマの間で対立構造が生まれているということですね。宇宙ではソロモンの宇宙艦隊が敵に回ることになる。なるほどね。地球はガルマの軍団か。さらにそれに呼応した軍団長。5人軍団長がいるので、まあその5人のうち1人がガルマ、1人がマクベ、残り3人の同行ですね。続いてガルマから声明が発表か。お、ドズルがいるな、は貴重に。ジョン公国の国民諸君。いや、この地球圏に生きるすべての人たちを、私と共に戦おう。人類の明日を、三奪者の手から取り戻し、波動ではなく、王道による未来を築こうではないか。まあ、ガルマにしては、なんか、かっこいい言葉回し使ってますね。これが新生ジオンですね。よって、ここに正統ジオンと新生ジオンによる新たな戦い。これが始まりそうですね。ということは、苦労して地球を攻略してきたことをおそらくもう一度やることになるんだな。ただし、どうなんだろうな。モビルスーツっていう意味だと、もうほぼほぼこの時期に開発できるものはガルバルディアルファまで開発してるんで、あんまりなさそうですけどね。この青き星の覇者はあくまでも地球のみを扱っているという作品ゲームになってるんで、宇宙の戦いは全部ね、まるっと端折られるんだと思います。ウラガンより報告。正統ジオンと新生ジオンとが発足したことにより、現在ジオン地球方面軍内に混乱が広がっている。この混乱が続けば、連邦軍残党も再び動き出すという動きですね。有利から通信。どっちにつく？正統ジオン、OK だ。もう一人ぐらい来てほしいよな。ウォルター。ウォルターも味方してほしい。よし。ウォルターも正統ジオンだ。これはでかいな。ということは、敵は、まあ、ガルマとビッター。もともと対立していた構造がそのまま正統ジオンと新生ジオンで地球上でも引き継がれる形ですね。ビッターはガルマ派ですね。配下の将兵の間にはかなり混乱が広がっている。新生ジオン、正統ジオン。まあ、二つに分かれたわけなんですけど、まあ、正統ジオン、つまり、マクベの方には、ウォルターとユーリ。一方、ガルマの方には、ビッターがついたと。
という状況なんですが、配下のパイロットたちはどういう風になるか、これはこれから見ていく形ですかね。サイド6より報告。正当上映の協力を表明したフラナガナン機関より先日我が軍に投稿した強化人間ゼロと強化処理の被験者であるレイラ・レイモンドが54人として派遣。おー、いいね。ってことはゼロを獲得できるわけだな。続いてキシリア総帥。そうか、ギレン総帥ではなくてキシリア総帥だな。任命書が届いています。おー、大将に昇進者が。で、軍団の規模は最大級。編成可能な部隊数は全部で10。主力部隊も7。OK だ。パイロットの数もさらに増やしたいですよね。で、神聖ジオン。まあ、つまりガルマの方には連邦軍部隊が含まれている。なるほど。ガルマの方は、連邦軍の残党を取り入れた形ですかね。ウラガンより報告。北アメリカに集結していた新生ジョン軍がユーラシアへ向けて移動開始。お。じゃあここでまた迎撃戦が始まるわけだな。幹部会議がなくなるのはマジでありがたいな。ただパイロットの補充っていう意味ではどうなるんだろうな。で、連邦軍の兵器交渉などを使ってモビルスーツや兵器の生産を行うにあたり、どちらの軍の兵器を生産するか。現在我が軍で使用している兵器を生産する場合は、現用兵器の配備コストを引き下げる。うん。で、連邦軍の兵器を使用することも可能。おお、どうするかな。ジオン軍の兵器を生産すべきか、連邦の兵器を生産すべきか。悩ましいけど、ここは、もうガルバルディより強いものないからな。連邦軍の兵器にしよう。まあ、ある種、矛盾が起きますけどね。で、神聖ジオンに合流していない勢力も多い。レヴィル将軍らを中心とした派閥に属する部隊は、新聖ジオン、つまりガルマに味方する。そういうことだね。で、レヴィルと対立していた強弁派、ティターンズと称する残党勢力を結成し、レヴィル派とは距離を取っている。ああ、ティターンズか。ジャミトフ。なんかもうゼーターの雰囲気が出てきて、これはこれで、なんか嬉しいというか楽しいというか。で、我々はきっと、ジャミトフ率いるティターンズと手を組むということだな。ジャミトフと接触して取り込む。そして、その戦力、
パイロットたちをね、引き入れていきましょう。で、ジャミットフとの通信確保、話してみましょう。これでティターンズと正統ジオンが手を組む形になりましたね。なんか本当におかしな構造になってきましたけど。さて、続いてさらに報告ですね。ジャミトフの派遣した部隊が到着。どんな部隊なのか気になるな。ニュータイプ部隊の隊員がグラナドの指揮系統を離れ新生ジオンに合流。誰だ？ニュータイプ部隊。このうち、ララーとかがいなくなってるのかな？だとするとだいぶ痛手だけど。これを見るとだいぶ敵に回ってるところも多そうだね。オーストラリア、インド、東南アジア、それにユーラシアの中心は、確かにね、我々、正統ジオンが持ってますけど、緑のところは、新生ジオンですね。はい。ではちょっとね、今回イベントがだいぶ長引いてしまってますので、一旦今回はここまでにさせていただいてですね、次回この続き戦闘からしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。